急いで飛び起きた時に踏みそうやねん。踏んで壊しそうやけど。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2022年12月15日、木曜日の午後2時52分です。今日は大きなニュースは特にありませんが、せっかくですので一つだけ、季節の話題でも。12月の中旬から年明けまで、島の針葉樹をライトアップしているので、よかったら探してみてくださいね。不器用なので飾り付けに自信がなくて、揺すったりされるとすぐに飾りが落ちてきてしまうかもしれません。もし落ちてきてしまった場合、島の環境保護のため、お手数ですが、回収していただけると助かります。そうだ。ん？なんだなんだ？ DIY レシピのアプリをお持ちの方に、オーナメントのリースのレシピをお送りさせていただきました。飾りのオーナメントを拾われた方は、ぜひ DIY の材料として再利用してくださいね。そんなんができるんや。それでは、本日も楽しい一日になりますように。おー、すっかり冬だな。めっちゃ雪積もっとる。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。すごいね、いいね、いいね。うわー、かわいい。ちょっと意味わからんかもしれんけど、かわいい木が全体的に。ごっそり雪積もっとる部分ももちろんいいけどね、うっすら雪が積もっとる部分めっちゃかわいいんやけど。ねえねえ、アイダホー、アイナ、久しぶりだな。どこ行ってたんだよ。お前と会わない間、オイラ激しい筋肉痛と一人戦ってたんだぞ、の心。知らないよ、それは。動きすぎなんじゃないか。あ、家ができている。あ、かわいいね、家。よきよき。早速、人んちの庭先で。あら、あなた、1ヶ月もどこに行ってたの？1ヶ月もどこにも行ってないっすよ。シャンティ1ヶ月も話してなかった？他の子からは時々あなたの話聞いてたんだけど、私と話す機会がなかったのはたまたまタイミングが合わなかっただけよね。だってば、そういうことよ、きっと。でさ、肝心の住人様は一体どこに？いないぞ。おー、きっちりきっちり飾り付けがなされているね。何食べてんの？あら、アイナさん、しばらくぶりじゃない？アイナとは相変わらずよ。お散歩がてら見て回ってきたら？素敵ね。何飲んでんだろうか。オレンジ。お久しぶりです。しばらく忙しかったんですか？アイナさんの姿が見えないアイナ島ってなんだか寂しかったですよ。まあね、私の名前がついてるもんね、島の名前に。あ、アイナちゃん、最近見なかったけど旅行でも行ってたのかい？一声かけてくれりゃいいのに。あんたっては水臭いね。だってね、いや、旅行には行ってないんすけどね。全くもって行ってないんすけどね。オーナメントが落ちてくるのは針葉樹って言ったよね。飾り付けがしてある針葉樹だけ？なんかしてないやつもあるよね。は、何も落ちてこねえじゃねえか。まあ、必ずではないか。は、なんか氷のかけらみたいなのが、なんかちゃんと落ちるときに音がするね。ああ、え、待って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 。ああ、久々すぎて油断をしていた。木を揺らすの、マジかよ、マジかよ。誰か薬をちょうだい。誰か薬をちょうだい。つらー、目が大変なことになったよ。もうすっかり蜂の巣の存在なんか忘れてたよ。ベルベル、あ、これか。なるほど、見えねえ位置に落ちやがって。これこれ、赤いオーナメント、ツリーとかに飾るやつやんね。これは1日に何個までなんやろ。この辺の木、周り花だらけやけんさ、結晶の音が聞こえる。よしよし。いや、でさ、新住人さんがいないんすけど、家の中も見たいけどさ、
うちの島をうろついているところも見たいんですけど、どんな子やったっけ。もうすでにもうすでに忘れかけてるんだが、誰かの家におったりとかする。あ、マミーさん、やっほー。お、どうした。あなたにお渡ししたかったものがあるんです。何だと思いますか。知らねえよ。え、マジで。正解はクリスマスリースです。どうぞ受け取ってください。ありがとう。てか私の目には何も触れないのね。嬉しい。この時期ならではのものなのでぜひ飾ってくださいね、タフン。ありがとう。クリスマスリースってさ、え、ドアとかには飾れん感じ。普通に家の中かな。とりあえずちょいとできるかどうかやってみよう。できんかな。クリスマスリース、お、飾れるやん。やったー、嬉しい。見て見て見て。違う、目が残念なことになっとるけど、いいね。ありがとう、マミーさん、嬉しい。でさ、新しい住人は、違う違う違うあ、新しい住人は君か。あ、そっか、君だったね。キュージ君、ヤッホー、アイラ君、お引っ越し無事に終わったよ。あれ、まさか忘れちゃったりしてないよね。僕だよ、キュージだよ。いや、どんな子が来るんかちょっと若干忘れてましたけど、誰かが来るってことは覚えとったよ。もうあの時あの島で君が誘ってくれたから僕は今ここにいるんだからね。よし、ちゃんとご挨拶しなくちゃ。アイナ君、よろしくお願いします。だぞ、かわいいかわいいかわいい。次は一徹の番だぞ。今日は大物が釣れそうな気がするぜ。てか、いいね、新住人ヒュージ君。え、てかさ、マジでさ、誰か私の目に触れろよ。ちょっと、あ、やっと。ひどい顔になってるわよ。後ろでハンナちゃんがツリー見てめっちゃルンルン気分になっとる。蜂にされちゃったの。早くお薬を飲んだ方がいいわ。素敵ね。触れないのか、持ってねえのかってキャッ。あら、よく見たらアイナさんじゃないですか。びっくりしちゃいました。お気の毒に蜂にされちゃったんですね。早めにお薬を飲んでいつものアイナさんになってくださいね。よう、ねえ、誰かお薬持ってない。げ、その顔どうしたのさ。そんなんなるまで喧嘩するなんてあんたもやんちゃだね。殴り合いそんなのしたことない。え、喧嘩じゃなくて蜂？なんだ、蜂にされたのかい。どっちにしろ薬使えばすぐ治るよ。くれよー、くれってばー。できるだけ買わずに済ませようとするやつ。ちょっとちょっと、なんて顔してるのよ。蜂にされるなんて意外とおっちょこちょいなのね。でもちょうどよかったわ。お、私お薬持ってるから分けてあげる。ありがとう、嬉しい。備えあれば憂いなしってやつね。島暮らしの危険はつきものだし、あなたも一つ持っておいたら。だってば。あざす、使わせていただきます。ふう、飲み薬で顔の腫れが一気になくなるってなんか逆に怖いよね。めっちゃ怖いよね。さあ、それでは一応旅立ってきますわ。私やっほー、久々、久しぶりじゃね。アイナ、仕事するならまず匠さんのとこだよ。今回は本当に久々なような気がしている、私的には。実際どれぐらいぶりかは分からんけども。アイナちゃん待ってたわよ。今日も一緒に頑張りましょうね。はいはい、てかいいね、自由出勤。アイナちゃんどうしたの。お仕事する。します。オッケー、お仕事を始めるのね。今日もよろしく。ってことで今日も普通に聞き込みかな。さあ、ネズミがいるのは見えた。クマもいたな。庭いっぱい家庭菜園にして自給自足の暮らしがしたいわ。男の子かと思った女の子なんだね。メルヘンな家具で囲まれたおとぎの国みたいにしたいな。なるほど。結構みんなね、表現の仕方若干違うけど似たような感じだよね。最高にクールな農場を作って農業で成り上がりたい気分だぜ。おー、何やってんだ、砂で遊んでんの。めっちゃ可愛いんだけど
超かわいいんだけど。自然の中で子供と一緒に遊べるような場所が欲しいわね。ほう、自然の中で。あれ、なんかいつもより多い？気のせいかな。毎朝の筋トレは欠かせないし、バッチリ起きられる別荘がいいな。いつでもみんなでワイワイできるパーティールームが欲しいな。なるほど。おー、どうしようかな。パーティールーム。パーティールームってどんな感じだい？バッチリ起きられる別荘、毎朝の筋トレ。この仕草がめちゃくちゃ好きなんだが、かわいいよね。よし、筋トレ。おーす、もしかしてあんた別荘のコーディネーターってやつか？なあなあ、おいら別荘ってのに興味あるんだけど、どっかいいとこないかな、タコケ。ございますとも。よっしゃ、ありがたいぞ。それじゃあおいらの城作りに速攻アタック開始だ、タコケ。気合い入れてバッチリ頼むぞ。オイラとしてはこんな感じで決めてほしいんだけど。絶対に起きられる場所、ケンタ様。絶対に起きられる場所とは、騒がしい感じの場所。起きられるってか、むしろ寝られんかもしれんけど。なるほどです、素敵なイメージですね。筋トレっていうよりは起きられるがメインなんやね。ではエナちゃん、ロケーションを選んで差し上げてちょうだい。滝に囲まれたところがいいんじゃない？そんなことない？なんかあったよね、滝に囲まれた場所。ああ、でもここもう使っとんやな。もう別に2回目でもいいけど。なるべくならね、なんかこう、かぶらん場所の方がまあいいなとは思うんやけど。春、夏、秋、秋ぐらいで行くか。オッケー。いいじゃんか。運動スペースも十分ありそうだし、気に入ったよ、タコケ。それではケンタ様、良さそうな場所も見つかりましたし、あとは現地で進めてまいりましょう。なるほど、運動スペースは私、家の中で考えとったんやけど、外で見たのね。アイナちゃん、ケンタ様を現地にご案内してね。了解です。おお、ここがワイラの別荘なのか。うるせえ。テンション上がってきた、ダコケ。寝れねえな、これは。それじゃああとは任せたぞ、楽しみにしてるからな、ダコケ。頑張ります。さあ、じゃあとりあえず真ん中に移動しますか。んで、家の形的には、でかいよりかはちっちゃい方がいいかなと。滝の音がダイレクトに聞こえてきそうな感じ。なんとなくこういう感じのイメージで、あとは、こんな感じで。さあ、そして、なるほど、設置したいのはベル付きアラームクロックとデジタルアラーム時計。二つとも時計。絶対に起きられる。まあ、滝の音プラスのベッドの周りを目覚ましで囲う、なんかギャグ漫画とかにあるパターン。ああいう感じかな。で、運動よね。筋トレがどうのってよってけん。なんかさ、フルーツとかも取れた方がいいかな。フルーツの木を、何のフルーツがいいんやろ。まあ何でもいいかもしれんけど。オレンジとリンゴにしよう。運動スペースがあってよったけど、だいぶ狭くなったよ。いい？大丈夫そう？こんな感じか。じゃあ、交互にしよう。こんな感じで。あ、いいね、いいね。あ、めっちゃいいやん、なんか。ひっそり。あ、でもこれでなんか防音になったりせん？そんな変わらん？
そんな変わらんかな。あ、竹。あ、もう植えれんか。なるほど。実際のね、これ置いとる感じはちまっとしとるけど、木に比べて。スペースは一緒なんやね。ちょっとなんかこれで、なんかひっそりした修行場みたいな感覚。竹で囲うっていうのもありかなって感じはするけど、まあいいや、これで。んで、あとは、でも外は別にそんなに、別にあれよね。よくRPG とかのさ、初期ぐらいに出てくる、剣の練習するマネキンみたいなの置いてないよね。私が言いたいことわかる？私がしよったゲームとかはね、なんかちょいちょいそういうの出てきよったんやけど、ないかな。カカシを見立てるっていうのもあり。なしか。特にないな。ま、剣の修行じゃないけんね、それを、なの置いてもやけど。まあ、家の中、かな？あとは。あ、洞窟とか。洞窟とか。あとは家の中だ。よし。いいやん、いいやん、なんか。あ、いいやん、いいやん、ひっそりとした感じ。入ろう、入ろう。さあ、ってことは、真ん中にベッドかな。ただ真ん中って言っても、部屋のど真ん中なのか、上半分の真ん中なのか。ベッドどうしよっかな。木製シングルベッド。どちらかといえば、さ、こっちのシンプルなベッドぐらいの硬そうな感じの方が起きれそうやけど。何か可愛い。広場の時計。え、めっちゃいいやん。テーマパークとか。私、この間動物園行ったんやけどさ、時間ぴったりになったら、広場の時計ね、なんか音楽とか鳴り出すんよね。まあでも見た目的に、木製シングルベッドかな。シンプルなベッドって布団すらないやん。つら。何色がいい？あ、てか先に、そうやね、壁紙とか、床とか決めとこ。その辺の雰囲気で色とかも変わってくるよね。ここは結局鍛えるところなの？寝るところなの？寝るんやとしたらね、別に。まあ、周り滝で中青。なんかちょっと寒そうやけど。でも真ん中ベッドにしたら、鍛えるもの。まあ、いっか。色味は、チェリー、ダーク、いや、白にし、ホワイトウッド。で、寝具が、グリーン。かわいい。いいね。子供部屋とかにいいやん。ブルーかな？いや、違うな。グリーンだな。ブルーにブルー。ちょ、なんかブルーすぎるけん。この辺置いといて。んで、何個ぐらい並べれそうかな。言うてそんなにやな。もうちょい詰めておけたらいいんやけどね。急いで飛び起きた時に踏みそうやね。踏んで壊しそうやけど。まあ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 、その辺は。こんな感じ。ここがすごく気になる。ここも置けないのか？うん、詰めれるよね。こんな感じかな。どうせならこっちのだけで囲みたいな。なんか変な感じするね。こっちは一個だけにしよっかな。一個だけ、ちょっとその、ベッドのサイドにさ、そう、サイドテーブルぐらい置いて、ホワイトウッド。
で、この上に乗せて、あ、違う。こう置いて、あ、で、これはこれで、ここには置けなかった。違う違う違う。こんな感じか？違う、こっち、バランスが、こういう感じか。あ、オッケーオッケー、起きれる起きれる、きっと。きっと起きれる。んで、あとは、懸垂スタンド。あ、どうもどうも。端っこの方にテーブル、シンプル。木製。あ、木製テーブルを、端っこに、こんなでかくなくてもいいかもしれんけど。こんなでかくなくていいかな。もうちょいちっちゃめのテーブルはあります？別にもうね、私的にはチェアを、チェアをテーブル代わりにしてくれてもいいぐらいの感じな気がするけど。木製ミニテーブル、これぐらいならいいか。これで、牛乳牛乳。ね、朝は牛乳。そして、これどっち向きかな？こっち向き？か？まあいいや。まあまあまあ。ケトルベル。これ2個ぐらい置いとけばいいかな？こう置いておきまして、テレビをどこか、壁掛けテレビ。あ、なんかさ、あれは？ああいうのなかったっけ？あの、なんやった？あの、あれあれあれ、あの、走るやつ、ランニングマシーン、ランニングマシーンみたいなのなかったっけ？あれがあったらさ、あれの前にテレビ置きたいことない？あ、なんかちゃちゃっとかけれそうなハンガーラックとかも。種類どんな感じ？かわいい、これ。絶対金系統やけどかわいい。どれぐらい？ゴールド？もっとスポーティーなのとかも増やしてくれんかな。これ子供やんね。キッズたちって感じ。ゴールドぐらいにしとくか。んで、起きたらさ、ここからシャッと服取って、着替える。タンスも持たないっていう。まあ、ミニマリストとかね、増えとるけん。特に一人暮らしとかやったら。あ、で、木製の姿見。で、これ、ライトウッド、ホワイトウッド。まあ、ホワイトにしとくか。ホワイトで揃えてこう。はい、ホワイトウッド。あ、でもこれ、むくっと起き上がってすぐに鏡が見えるのなんか嫌やな。個人的にね。個人的にはね、なんか嫌やな。ってことで、こっちの端っこにしとこう。よし。んで、あとは、そう、やけんね、ランニングマシンだよ、ランニングマシン。ないの？あ、ウォーターサーバー。運動しよる人ってなんか置いとるイメージ。運動しよる人っていうか、ジムに置いとるイメージなんよね。ジムと、あと病院。うちもウォーターサーバーあるけど。ないんかな？あったよね。あれ、あったような気がするんだけど。あったような気がするんだけど、あれ気のせいか？この、ないな。なくない？なかったんかな？ないね。あ、ないわ。あれ？ないね。あれ？なかったっけ？
まあ、まだ現れてないってことかな。よし。じゃあ、この横にウォーターサーバーを行って、んで、オーダー。オッケーオッケー。で、こんな感じで、オッケーでしょう。シンプルめっちゃシンプル。はい。調子はどうだ？タコケ。完成しました。どうでしょう？マジで？オイラのアジト完成だ。すげえ時間かけて仕上げてくれたな。あんたのプロ根性に感動したぞ。そうでもないよ。多分、30分もかかってないぐらいじゃない？シンプルですし。ケンタ様は絶対に起きられる場所。あんだけ目覚ましあれば大丈夫やろう。うんうん。いい感じなのでは？どう？鍛えてる？お、ムキムキ。実際に懸垂やってみてくれんかな。ここは合っとるよね。じゃ、写真撮るとき寝かせたいんやけど、これ寝てくれるっけ？こんなナイスな別荘を作ってくれて感謝するぞ。よかったらオイラの別荘の写真を撮ってくれよ。遠慮は無用だぞ、タコケ。はい、撮らせてください。えへ、かっこいいの頼むな。それじゃ気が済んだらまた声をかけてくれ、タコケ。あ、違う写真を撮りましょう。おお、水を出した。水を出した。出してるところを見せてくれよ。出してる水。おー、出てる出てる出てる。あ、ちゃんと上もコポコポってなるんやね。なるほど。違う。もうちょい。こっちの方に。ここまでしか行かない？本当はもうちょい上がいいけど、まあまあまあ。これでいいんじゃない？あ、それか、もうちょい、寄りで。あ、これぐらいの感じの方がいいかな。はい。オッケー。で、できたよ。おい、起きろよ。おい、起きろよ。絶対に起きられるんだろ、ここ。できたよ。お疲れ。で、どうかしたか？タコケ。帰ります。じゃあ、気をつけてな。いつでも大歓迎するから、また遊びに来てくれ、タコケ。もちろん。アイナちゃん、お疲れ。いい仕事ができたって顔に書いてあるわよ。じゃ、お給料の1万2000歩強を受け取ってちょうだいね。あざっす。今回の件も一段落したし、私はこれから少しの間、雑務の片付けに集中させてもらうわ。何？こういうのって気づいた時にやらないとどんどん溜まっちゃうのよ。別荘作りの受付もストップするから、しばらく休憩しててちょうだいね。え、マジで？そういえばニコちゃん、またあなたの話を聞きたいって言ってたわよ。ちょっとおしゃべりしてきたら？ニコちゃんなら一足先に戻ってきて、そのまま2階上がっていったわ。今も上にいるはずよ。了解です。何用だろうか？何を考えてる？ DIY？ あれをこうしたら、やっぱりあっちを。あゆな？いつからそこにいたんだよ。今。え、何を考え込んでたのかって？ DIY の新しいレシピを作るぞーって気合い入れたまではよかったんだけど、さっぱりアイデアが出てこないんだ。はぁ、オイラの才能なんてこんなもんだったのかな。あ、そうだ。ねえ、アイナがこれまでに DIY してきたもののこと、オイラに教えてくれないかな。実はずっと聞いてみたいと思ってたんだ。発明のヒントになるかもしれないし、お願いだよ。
いいよ、別に。オッケー。やったー、恩に切るよ。へえ、そういうのを作ったんだ。それに君が使ったっていう材料、この辺りじゃ手に入らないんだよな。いいなぁ。ありがとう、アイナ。すっごく参考になった。マジで手に入らんなら参考にならんくない？新しいレシピを思いついたら、真っ先に教えるって約束するね。ところで、君が作ったっていう家具、別荘作りでも使えそうじゃない？たくみさんに相談してみなよ。きっと興味を持ってくれると思う。さて、そろそろ休憩も終わりだろうし、オイラは桟橋に戻ろっかな。じゃ、また後でね。結局何だったんだ？あれかな、自分で作った DIY のやつが使えるようになるとかかな。アイナちゃん、お待たせ。なんとか作業が終わったわ。え、早い。そんだけ？別荘作りの受付も始められるから、お仕事するなら行ってちょうだい。いや、ちょっと相談が。え、なになに？ DIY で作った家具も別荘作りに使えないかって？いいじゃない。手作りの家具って味があるし、別荘にもぴったりだと思うわ。材料はもちろんお店で調達するから、他の家具と同じようにどんどん使って。マジで、太っ腹。ただし、仕事で使うのは一度は DIY したことがあるものにしてね。現場で初めて作るんじゃちょっと心配だし。もしお仕事で使いたい家具があったら、事前に試作しておいてちょうだい。ここで作るなら2階の作業台を使ってね。なるほど。手作りの家具でコーディネートした別荘。私も楽しみにしてるわ。とりあえず1階通り作っとけば、いつでも使えるってこと。DIY した家具も使えるようになった。別荘に手作りの味わいを。パッと見た感じ全然わからんけどね。DIY か、既製品か。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、多分、作ったことないのも私結構ある気がするよね。その辺のもちょこちょこ作っていきながら、使える家具を増やそう。